啊，不要，看这个人呢，大人，大人姐，卡住下来，卡住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 的，卡住，卡住，哪里没住过？医科大の神崎教授です。よろしく。どうも。厚生労働省の川田です。改めまして、県庁の梶原です。どうぞ。お疲れだと思いますが、早速会っていただきたいと思います。例の子供。川田さんは、阿蘇のご出身ですね。ええ。一応ホテルは取っておきましたが、もしご実家の方がよろしければ。ああ、両親は博多の兄のところにもう移りましたから。報告書にも書いておきましたが、母親の内藤咲さんは神崎教授の父方の叔母にあたります。戦争中、一人息子の勝夫君が失踪しました。夫の佐藤さんも南方沖で戦死しています。再婚もなさらず、今に至るまでずっと一人で過ごされてきたそうです。咲さんかなりのご高齢ですよね。86です。でもしっかりしてますよ。とてもボケているとは。一つだけ確認しておきたいんですが、資料の中に残されていた勝夫君のへその緒とその少年の DNA 鑑定が一致しているという記述があるんですけど、これは。それは、ですから、同一人物だということです。勝夫君、勝夫君、勝夫君に協力してもらえるとおじさんたちものすごく助かるんだ。勝夫君のお母さんだって助かるし、そうだよね、勝夫君だってきっとびっくりしてるんだよね。カツオくん、これさ、カツオくんの通ってた小学校かな。そうなんだ。うん、じゃあさ、この中にカツオくんもいるんだ。どれだろう。あ、これかな。じゃあね、あ、これだ。これだ。これがカツオくんか。じゃあさ、これは誰。中山国光くんか。カツオくんと国光くん、本当に仲が良かったんだね。ねえ、あと一つ聞いていいかな。カツオくんさ、この家に帰ってくるまでどこにいたの。森。あの幸せは、カツオと一緒に森で遊んどったとですか。途中でカツオがはぐれてしまうて。ばってん、わしら森の道はよう知っておりますけん、大丈夫だと思うて、自分だけ先に帰りまして。そしたら、カツオはそれっきり。
部屋の窓辺に俊介が買ってくれたライティアの鉢植えがあるんです。それを見てると今でも時々こうふって俊介が現れるんじゃないかななんて思ったりして、捨てようかなとも思うんですけど、天気のいい日とか気がつくとベランダに出してみたりとかしてるんです。俊介の骨を海に撒いた時、私は一旦そこで気持ちの整理がついたような気がしたんです。でもあのライティアがあるとやっぱり捨てちゃった方がいいのかな。そんなことはないでしょう。あ、綺麗な花が咲くんですか。本当は咲くはずなんでしょうけど、俊介はそれを私に見せたかったんだと思うんです。あんまり水をやっちゃいけないっていうのにいつも水をあげようとしてて、それでいつも口論になったりして。でも私こうやってうじうじしてる自分にすごく腹が立つことがあるんです。こんなんじゃいけないなって。そう思うってことはそれなりに進歩してるってことじゃないですか。そうですか。本当？送りますよ。お久しぶりです。お久しぶり。ねえ、波どうだった？ああ、もう最高。いや、微妙。どっち？どうぞ。お久しぶりっす。久しぶり。大丈夫ですか？はい、じゃあお願いします。はい、行きます。ドーン。北の風、のち。J-POP フラッシュがいち早くお送りしています。彼女はすでに死んでいるのではないかという噂まで流れ、ファンをやきもきさせていましたが、お聞きの通り素晴らしい曲とともに戻ってきてくれました。
ルイス。はい、どうぞ。あ、しまった。たくさん戻ってくるなら連絡ぐらいしろよ。お前驚くすぎだよ。なんで？マサになってんの。触んないで、触んないで、こういうのは。俊介の葬式以来かな。お前太った。はぁ、何それ、久々に会ったうち失礼な。まあでも安心したよ。私封筒持ってなかった。こういうの知らない。あ、そう。なんか食った？うん、な、飲み行かない？着替えるからちょっと待ってて。いいよ、そのままで。楽な服に着替えたいな。お前相変わらず色気ないな。よっ、はっやりな。うん、ビールでも飲んでて。うん。仕事って？うん、葵さ、神隠しって聞いたことある？神隠し？うん、阿蘇の森で58年前に消えた少年が今になって帰ってきたって言うんだけどさ、それって死んだ人が生き返ってきたってこと？町役場の方へですか？ええ、死んだ奥さんが生き返ったから死亡届を取り消してくれって。一応カツオ君のこともありますし。なるほど。こやつがおらんことになったら誰も話し相手がおらんでしょう。なんとの毎日生きてきたとですよ。いつ死ぬかな、いつ死ぬかなって。それが先週の朝、庭で鉢植えの手入れ場しとったら、後ろにいつの間にかこやつが立っとるとです。ああ、ついにお迎えが来たなって思っとったら、こやつがただいまって言いまして。奥様はその時、はあ、なんか病院でこの人に手をば握りしめてもらっとったとは覚えとるとです。それからずっと記憶がのうなって、気がついたら庭先でこの人の背中見とって、ああ、こん人、そうね、痩せたなって。そうですか。
人を騙すような人たちには見えないけど。うん。梶原さん。はい。加速部の家はこの道の先ですよね。ええ。車であと15分ぐらいですか。やっぱり関係あるんですかね。美味しいでしょ。うん。ゲソもうまいから食べなさいよ。うん。どうせろくな食生活してないんでしょ。うん。なあ、おい。ん？お前さんどう思う？何が？うん。何がってさ、だから。あるわけないじゃない。死んだ人が生き返るんでしょ。そんなもん信じられるわけないじゃん。お前さっきと言ってること違わない？何が？だってお前あの人たち嘘ついてないって。それは本当にそう思う。だけどさ、ありえないものはありえないの。お前矛盾してんだよ。いいじゃん。言ってることが。ああもういいでしょ別に。考えるのが平太の仕事。私はただ調査に協力してるだけだな。お前ほんと変わんないな。変わんないな。おっさん、大根もらうね。うん。いいかげん、食べな食べな。はい、大根。はい。サンキュー。でけえな、これ。熱そう。うん。うん。うまい。うまいだろ。うん。うん。熱い。この店ね、うん、俊介が見つけたんだよ。俊介は？うん。あの三日月本地が。あれ、ヘイタもやっぱりそう思ってた。思ってた。だよね。うん。やっぱりそうだよね。あいつさ、うん、本当何食わしても味全然わかんないの。うん。だけどここのおでんだけはうまいうまいってバクバク食ってた。あいつさ変なやつだったよな。なあ。ねえ、ビールでも飲まない？明日休みだし。いいっすね。知ってた？今日で秀也さんがこの店手伝ってくれるようになって2年。早いね。俺何にも長続きしなかったけどこの仕事楽しいっす。なんで？玲子さんがいるから。いいっすよ、レイコさん。僕が寝かしつけてきますから。あ、でも。あ、いいっすいいっす。はい、お姫様。うん、わがままばっかり痛めてござるよ。よいしょ。あ、お姫様。変な夢でも見たでござるか。よいしょ。なんだあんた、もう店は終わりだよ。誰だお前？俺か。
俺は中島秀也、この店の店員だ。あんたこそだろ。さ、この野郎。俺は絶対信じねえからな。死んだ旦那が戻ってきた。冗談じゃねえよ、冗談じゃねえよ。冗談じゃねえだろ。死んだ俺は絶対信じねえ、絶対俺は信じねえから。嘘、嘘だろ。秀也か、姉ちゃんか。姉ちゃん、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 泣くな、泣くな、姉ちゃん、姉ちゃんよ。十世名称文字簿不和無尿無変故無下無大故それでマスコミの方は一応蘇生したというふうには説明しておきました。一つ聞いていいかな。葬式に現れるまでのこと何か覚えてる？ロープを首にかけた。また話聞かせてくれる？体に異常はありません。というか傷も消えてます。傷、首を吊った時のロープの跡、それだけならまだ。病院に運ばれた時心臓停止状態だったんで直接心臓をマッサージしようと胸部切開したんです。それも消えてるんですか？ええ、それじゃまるで生き返ったというより
よみがえりだ。お姉さん、はい、ですね、なんて言うんですか、すいません、ああ、兄ちゃん、僕から説明するから、ですから、これ、ね、なんて言うんですか、ちょっとびっくりするかもしれませんけど、いいや、いいよ、僕から説明するから、お伺いします、こちらへどうぞ。待って、それでは、うちの人この後どこかに連れて行かれちゃうんでしょうか。安心してください。ただ話を伺うだけですから。そうですか、ね、それではまずご主人にお伺いしたいんですが。はい。この店に現れる前のことを何か覚えていらっしゃいますか。それはまあ覚えてますけど。死ぬ直前の記憶ですか。そうです。死亡届によると死因は頭部打撲による喧嘩の仲裁に入って、その挙句、いや、こいつにも散々苦労かけて、娘も生まれたばかりでしたし、バカですよね。今さら何言ってるのよ。やっと忘れられると思ったのに。この3年間の私の苦労何だと思ってるのよ。ごめんなさいぐらい言いなさいよ。ごめん、ごめん。私心の中でいつも叫んでたんです。周平助けて、お願いだから私のところに帰ってきてって。そしたら突然そのドアが開いて、人を蘇らせるのかな。信じないって言っただろ。
田さん、調査を急ぎましょう。一体誰がどれだけの人を蘇っているのか、どういう理由でこんなことが起こるのか、すべてをはっきりさせたい。ええ、お願いします。そうです。すべて報告書に書いた通りです。嘘偽りのない事実です。ええ。いや、まだ市民の間に目立った混乱はありません。ええ。もしこの件に関して報道機関からの問い合わせがあった場合、課長の方で調べき対処をお願いします。はい。信じられないと思います。僕も同じです。ただ、説明しようもない不思議なことが起きていることは間違いありません。とにかく、ありとあらゆる手を駆使して、蘇った人々を探し出してください。蘇り把握された場合、まずはカウンセリングによって、相手の精神状況を確認した上で、調査に協力願うこと。くれぐれも当人や関係者の方々に、不愉快な思いをさせることのないよう、皆さんにも配慮していただきたい。また、この蘇りという現象についての情報が、外部に漏れないよう、最善を尽くしてください。お願いします。もしもし、川田です。あ、どうも、町役場の立花ですけれども、今しがた、もう二組ほど。わかった、すぐそっちに人送るから、データだけ先に送ってくれる？了解しました。ペター、この間のことだけど、もしかして私のこと心配してくれちゃってる？してないよ。信じられない、絶対信じられない。たまたま出てこないんですよ。今は痛いとこあるかな？だから、それで、なんか水が伸びたくなって、どう、調子は？飯食ってる？じゃあちゃんとうんことかも出るんだ。ごめん、協力した。何か変わった気とかする？別に、みんな同じ。退屈だし。なんで蘇ってきたんだろう、僕。兄の付き添いで。そうですか。はい、座ってください。あ、すいません。お店の方はどうですか？働いてますよ、まだ。だって玲子さん一人じゃ大変すぎるし、かといって死んだはずの人がラーメン作ってたんじゃ
客さんびっくりして丼ひっくり返しちゃうだろうし、まあそれもちょっと面白いかなって思いますけど。そうですか。そりゃ死んだ人が蘇ってくりゃ大半の人が幸せでしょうけど、中には僕みたいな人間もいるんです。この2年間ひたすらあの人を思い続けて、でも兄貴が戻ってきたことはやっぱ嬉しいっすよ。ほら、僕たち早くに両親亡くして、あっちこっち親戚中たらい回しにされた挙句施設に入れられて、どうぞ。あ、僕大丈夫です。でも兄ちゃん本当に頭がいいんです。頭がいいだけじゃなく、なんかすっげえしっかりしていて、僕兄ちゃん将来はエジソンとリンカーン足したような人になるんだなってずっと思ってたんです。そしたら風こじらしてあっけなく死んじゃって、俺一人になって、だから俺本当嬉しくて、けどどうなんですかね。何が。こんなの本当にずっと続くんですかね。川田さん、失礼します。町中でも少しずつ噂になり始めてるみたいです。何か対策は。ほっとけましょう。いや、でも梶原さんどうですか。死んだ人が蘇ってきてるとかそういう噂を聞いてどこまで本気にしますか。それは下手にこっちから動いて火に油を注ぐことになってもつまらないですから。梶原さん。はい。梶原さんは誰が蘇らせたい人とかいますか。私ですか。ええ、どうでしょう。今さら死んだ親父とかお風呂に戻ってこられても仕方がないような気がしますしね。うん、でもそうですね、もし今うちの娘が死んだとしたら、僕はこの命を捨てでも蘇らしたいって思うでしょうね。下手。うわっ、脅かすな。会社真剣に鈍ってきたんじゃないの。そんなことないよ。なんだ。東京ってさ、そんなにいいところ。うん、いいよ。彼女は。まあそこそこ。なんだよそこそこって。じゃあなんで連れてこねえんだよ。なんでだろうな。いろいろあんだよ。あ、そうですか。本当かよ。これ青いプロポーズ。別に俺の許可はいらないな。いや、いるんだよ。なんで。あいつが絶対相談する。そんなことないだろ。そんなことあるんだよ。
高校の時に俺が初めてあいつに告白した時お前相談されたでしょ。俺前にあいつに言われたことあんだよね。もしよその時にテータが反対してたら付き合ってなかったんじゃないかって。だから今回もあいつはきっとお前に相談する。夜中に東京に出ますけど。何こそこそ話してんの。じゃあぶつかってくんじゃねえよお前。何の話。男同士の話だ。そうだ男同士の話をしてたんだから。何それ、なんかムカつく。すごい。あっ、ほら、下手くそ。置いないってば。こちら置いて。みんなでちゃんと投げてよ。静け。おい、走れ走れ。はい、カードです。下手。俊介が俊介が海で。葵、もしもし、もしもし、thank you.
さあ、ち。さあ、ち。こ。さあ、ち。わかんないんだよ。もう蛇の生殺し状態だよ俺は。どこ行くんだよ。仕事だよ。かな？だいぶサラが太陽花火お花だいぶウサギマミちゃんはウサギどうしてだいぶ目が赤いから。
産むのが無理なからと思った。でも諦めなかった。自分の命と引き換えに君を産んだんだ。私はお父さんからお母さんのことを聞いてこの仕事を選びました。毎日がとっても幸せです。私を産んでくれてありがとう、お母さん。悪かった、死んでみせるなんて。ちょっとじゃねえよ。Chilla de, ca.
悲しみに今は。徐々に裾野から町へと広がっていたことが確認できます。ですからもしかしたらこの上の出来事とも。彼らはもっと本格的な施設で調査したい。遺伝子やウイルスについてももっと精密に調べないと。アスリナも何人かを熊本まで移送してください。もしも何らかの異常が発見されたとしたら、その時は政府の判断に委ねるしかないでしょう。それはつまり隔離されるか、あるいは重力解析を行ったところ、クレーターを中心に人体には感じられない程度の重力異常が観測されました。だよな。あ、ではこちらを。これ見てもらえますか。ここが今我々がいるクレーターの場所です。これにまず現在把握されている蘇りの人々の所在地を載せます。で、さらに蘇った日付順に表示します。つまりクレーターの近くに住んでいた人ほど先に蘇っていると。そうです。で、またさらにですね、重力異常の観測されるエリアを載せますと、すべて重力異常エリア内に収まってますね。最後にこれ見てもらえますか。蘇った人たちの墓の位置です。墓。ええ、これも全てエリア内に収まってます。に合わせて何言ってるの。中にいるんでしょ。戻ってきてるんでしょ。他のこと言わないでよ。ねえ待って、お願い、やめて、待って、ねえお願い、待って、待って、中にいるならお願い、
ヘッド。人は俊介のことが好きだったの。だから私。そんなに俊介のことを忘れられないのか。そんなにあいつに蘇ってほしいのか。死んだやつがそんな大事かよ。レイタには分かんないわよ。知るかそんな。俺には全く分からないよ。お前はどれほど俊介を愛してたとか、俊介がどれほどお前を愛してたとか。知るかそんなこと。人がな、蘇るためには強い思いだけじゃダメなんだ。遺骨でも髪の毛でもいい。そいつの肉体の一部がこの土地に残されてないとダメなんだ。俊介の骨は俺たちが海に撒いたから。だから俊介も戻らない。あいつは昔死んだんだ。大学の研究室といっても別に怖いとこじゃないから。なるべく早くお願いします。生徒たちも待ってますから。君たちにとってもいいことだろ。はっきり普通の人間と同じだと分かった方が君たちも安心できる。そうじゃないかね。平太に怒られちゃった。クレーターから信号が出てます。信号？本当に微弱な信号なんですが。それからこれはある方法を使って信号を画像に変換したものなんですが。これは生きてるみたいですか？
何なんですかこれは。わかりません。ただ、ただ、なんだか無性に心を揺さぶられるんです。この発見につながると。神崎さん、お子さんは？いや。神崎さん、消えました。消えました。森下、君が何があっても驚かない。いいのか？こんなところサボってて。兄ちゃん、俺もう限界だよ。元気出せって。生きてりゃいいことあるって。俺が言うのもなんだけど。そうかな。そうだよ。それ、うん、多分。多分かよ。もう出せよ。どこへも連れて行かんでくだありまっせ。今日
境界を越えると戻るんだ。蘇らせた人のもとに。あの人たち本当に人間なんですか？おそらくはクレーターを形成した未知の存在によるある種のエネルギー活動が私たちの死に別れた人間への思い想念に反応し、そのエネルギーに及ぶ範囲に残されていた遺骨など死者たちの肉体の一部をもとに彼らを実体化させたのではないか。こちらが青井さんのことで、ことがことだけにいきなり立花さんご本人にお尋ねするのもと思いまして。崖下に落下した車から発見されたものです。運転手の水野健二さん、助手席の木村かなえさんはおそらく即死だったと思われます。ちなみにこの茶封筒に付着している血液は A 型で、水野さん木村さんの血液は O 型です。すいません、このことは本人に伏せといてもらえませんか？しかしお願いします。俺が葵を蘇らせた。飯食った？あー、食った。やっぱさ、ジンギスカンは阿蘇に限るよね。お前ほんと色気ないな。あんたに関係ないでしょ。そうだヘタ。何？私ね、今度のことが一段落ついたらこの町出ようかなって思うんだ。東京の大学でね、児童心理学の勉強しようかなと思って。それで児童カウンセラーの資格取りたいの。遅すぎないよね？うん。でさ、もし私が東京に住んだら時々私と会ってくれる？うん。本当？当たり前だよ、そんなの。よし。
乾杯。はい。はい。誕生日おめでとう。それではみーちゃんから一言。周平さん、れいこさん、このかっこいいパーカーありがとう。似合ってる。ひでや、この新しいグローブありがとう。みなちゃん、このかわいいぬいぐるみありがとう。みんないろいろとありがとう。なるはずじゃなかった15歳になってしまいました。イエーイ、イエーイ。14歳もいろいろとありましたが、なかなか良かった。そして僕は15歳になり、学歴はないけど塾の方も順調で、それからヒデはヒデアなりに何とかかんとか不器用なりに生きています。それが兄としての一番の喜びです。じゃあ兄ちゃん、一気に消しちゃってください。大丈夫、兄ちゃん。周平さん、聞きましたよね。ああ。そろそろ店じまいらしい。何それ。どういうこと？かなり大きな腫瘍が見られます。緊急手術が必要な状況なんですが、かなり困難な手術になると思います。というと、成功の確率 30%。 まあ一命取り留めたとしても意識が戻るかどうか非常に微妙な状況ですね。そんな、よろしくお願いします。
松尾君。加藤君どうしたの君。加藤君。明日の夕方みんな消える。消える？消えるって加藤君みたいな人がみんな？青江も消えるのか。自分でも嫌になるぐらい最低の男なんだよ。ある女の人がいてね、その人がある男の人をどうしても蘇らせたいと思ってたんだ。でもね、僕はその男の人に蘇ってほしくなかったんだ。そいつだけには絶対に蘇ってもらいたくなかった。もう行かないと。俺嘘つきのままで彼女と別れたくないから。ありがとう、松尾君。よし。何？ちょっと！あんたは誰やろ、入ったら！あんた誰ねん！俺はカールだ。川田さん、そこも。え？どうぞ。先輩。どうしたんですか？知りませんけど、これ先月の初めに鹿児島の施設に罹患されたようですね。鹿児島。向こうにはこちらから連絡を入れておきます。ありがとうございます。でもどうして。私の妻も蘇りなんです。
昨日から携帯も繋がらないんです。いらっしゃらないようです。落ち着け。ヒリアさん、ヒリアさん、俺たち今日の夜また土に帰ります。ですから、もし玲子がこのまま死んだらそれもよし、向こうの世界で玲子と二人楽しく暮らします。だけどもし玲子が息を吹き返したら、その時は秀也さん、よろしくお願いします。俺のことは全部夢だったって、そう言ってやってください。こと言ってんだよ。あんた、ミナちゃんのこと忘れてないか？忘れてないか？向こうで一緒で、向こうで一緒に楽しく暮らすだと？向こうからミナちゃんどうなんだよ？ヒデヤ、レイコさんなら大丈夫だよ。死なないし、意識に戻るよ。なんで兄ちゃんにそんなことがわかるんだよ。それはわからない。わからないけどわかるんだよ。周平さんにもわかる。わかった上で玲子さんお願いしますと言ってんだよ。でも秀也なら大丈夫だよ。兄ちゃんも行っちゃうか。
自分が誰でも好かれてないって思ったら急に息ができなくなった。俺、私絶対忘れない。もしもし、ヘタ、葵、見つかったぞ。どこにいるの？何度も電話したんだから。今鹿児島にいる。見つかったんだよ、俊介の検体が。何言ってんの？ごめんな、葵。俺本当は知ってたんだよ、俊介を蘇らせる方法。あいつドナー登録してたんだ。臓器はもうないけど核膜だけ残ってた。夜中中ずっと探してたんだぜ。こっちの施設で見つかったよ。そうじゃないの、ヘタ。いいか、よく聞け。この原体を教官の中に持っていけばきっと俊介は蘇る。違うの、ヘタ。今日歌瀬草原でライブあんだろ。俊介が好きだったルイのライブ、そこで待ってろ。必ず俊介連れていく。携帯お持ちですか？携帯？ええ、すいません、借ります。明日必ず返しますから。傷つけないでね。あの、これ買ったばっかりだから。ヒデヤ、力強く前を向いて生きていってくれ。お前ならできる。きっと幸せになれるよ、兄、ユイチ。俊介、なんでお前は葵を置いて行っちまったんだ。葵はお前じゃないとダメなんだ。俺じゃダメなんだ。戻ってこい、俊介。一発で殴るぞ。
Yeah.
はい。もしもし、平太？もうすぐそっちに着く。今どこ？その辺にいるの？いいから、とにかくこうやってな。
俊介は、俊介は何で呼び返らないんだよ。エーター、もういい、もういいってば。私はエーターに、エーターに会いたかったの。ルース。バカ。俺は葵のことが好きだった。ずっとお前のことだけが好きだった。なんでもっと早く言わないんだよ。一緒にいたくなった。行くな。人々が消えた後も僕はこの土地に残り、残された人々の追跡調査を行った。不思議なことに、残された人々の多くは皆とても穏やかな顔をしていた。愛する人は消えてなお、彼らは生きることの意味を見失わなかった。いや、むしろよみがえりとは実は、死者たちによって新たに生きることの意味を見つけ出した者たちのことではなかったのか。嘘だ。
そんなことはみんな思いつきの綺麗事でしかない。それでは心が通じ合えた瞬間に愛するものを失った僕は一体何を得たというのか。僕がその答えを見つけたのはこの中学生の少女のおかげだった。自分を高校生と偽り喫茶店で働く彼女は同級生山田勝則との思い出をこう語った。勝則がいなくなったことは悲しい、それは死ぬほど悲しい。でも私はいつもルイの昔の歌の歌詞を思い出す。たとえ1時間でも1分でも1秒でも自分が本当に愛した人と心が通じ合えたなら私は自分の人生を幸せだと思える。その思いが私にある限り私は前を向いて生きていくことができる。それが答えだった。それこそが僕の求めていた答えだった。川田さん、時間です。3ヶ月後、小さな小さな予感が平太を捉えた。これから平太の新しい人生が始まる。